なぜ青の竜は動かぬのだ。お言葉ながら青の竜は留守であられます。女王亡き今どなたもお声を聞くこと叶いませぬ。そんなことは分かっておる。我がコンコルディアの危機になぜ動かぬのか聞いておるのだ。ルシはクリスタルから与えられる使命で動くもの。ビャックの手を借り封じたのはあなたたち。聞きとうない。そうじゃ、奈落を開け。あれを放ち、スザクの者どもを食らわせろ。そのようなことをしたら我らも宮より出られなくなります。これは王家の決定だ。今すぐ奈落の封を解け。民の避難はいかがしましょう。そのようなことどうでもいいわ。貴様もご成功の衛兵団の一つを率いるならば、さっさと出撃してスザクを討ち取ってまいれ。御意。母様、よろしいのですか。あの者たちのために命を落とすようなことを。言うな。王の命を聞き、国を守るのは御姓が一つ、赤時の近衛兵団守護としての責。この命、僧侶、すべての生き物に与えよう。母様、これより先はおそらく死の道となろう。お前は。私も赤時の近衛兵団が一人、守護様の進む道を共に歩みます。それがどのような結果になろうとも。分かった。